じゃあ始めます。はじめまして、JP サートの久保と申します。今日はですね、日本を狙う APT 攻撃の全体像というタイトルで、我々が見てきた、日本を、狙って攻撃している APT 攻撃のですね、情報を STIX データベースに入れて、そのシステムを開発しましたので、そのシステムの紹介をしながら、日本での状況というものを紹介していきたいと思います。ちょっと少し緊張しています。改めて私は JP サートのインシデントレスポンスグループの久保と申します。あ、そうか。JP サートインシデントレスポンスグループの添田と申します。はい、よろしくお願いします。私はインシデントレスポンスグループのマネージャーをしているんですけども、ソエダはですね、インシデントレスポンスグループの中で特に APT の攻撃の分析調査等を行っている技術者です。で、今回 のシステムですけれども、APT 攻撃っていろんなキャンペーンの名前であるとかマルウェアの名前がいろんなベンダーから出ていてですね、なかなかちゃんと理解できないという状況の中で、我々のその人としてのデータベースがソエダなんですけれども、そのソエダの知識をシステム化したいというのが、今回の大きなモチベーションで、それについて紹介していきたいと思います。で、まず、JP サートについて簡単に紹介していきますと、JP サートは日本のセキュリティ向上を推進する事業を行っている、非営利の団体です。JP サートという名前から分かるように日本の、サイバーセキュリティの窓口として世界に向けて、いろんな情報を提供いただいて対応するという事業をしています。現在は経済産業省の委託事業として主な事業を行っておりまして、我々の活動が日々行っているという状況です。で、我々の活動を簡単にインシデントの時系列に左から右にですね、時系列に表示して我々の活動を紹介しているページです。これはインシデントの予防ということで脆弱性のハンドリングをしております。で、その他、インシデント直前の状況を捉えるために情報収集とかですね、分析発信という活動、それから最後に実際起こってしまったインシデントというものを対応していくというところでインシデントハンドリングというところになります。で、私とソエダはここに属してまして、実際起こったものについて対応を進めているという状況です。我々さまざまなインシデントに対応しているんですけど、今日は APT に特化してお話したいと思います。ということで APT と JP サート CC というタイトルでしばらく話させていただきます。我々が APT 攻撃にどういう取り組みをしているかというところを最初に簡単に紹介するとですね、国内外からさまざまな情報提供をいただいて、それについて被害組織と一緒に対応していくというところが我々のメインの仕事です。で、主にですね、セキュリティ海外のセキュリティベンダーから日本のどこそこが攻撃に遭っているようだという情報を提供いただいたりですね、実際にその被害組織から直接被害の状況を相談を受けて対応するということとかしているという中です。で、その他その被害組織の中で協力をして調査している中でですね、他の被害組織が見えてくるということがよくあります。で、その情報をもとにまたその被害組織へ連絡をして調査協力していくということになります。そういう活動をしているんですけれども、最初のきっかけっていうのは非常に些細な情報です。我々認知できる情報っていうのはここに書いてあるように C2 との通信の記録がありますというだけであるとか、特定のマルウェアが検知してますよという情報、そこだけの情報から我々は対応を進めていくことになります。我々の仕事がどこまでかというか、我々のミッションなんですけれども、被害組織にその些細な情報からどういうリスクがその組織に起こっているかということを認識してもらう、認知してもらうまでが我々のミッションです。で、そのためにはログ解析とかディスクフォレンジックとかマルウェア解析をして、その被害組織が何が起こっているかということを認識してもらうと、
で認識してもらった後の、実際の対策対応というのは、セキュリティベンダーに引き継いで、対応していってもらうと。でそれについては、我々も協力もしますけれども、基本的な、ところはセキュリティベンダーに対応してもらうということが、我々のそこまでが我々のミッションです。で、今日お話しするんですけど、たくさんの APT 攻撃を見てきているんですが、APT とも出会いってちょっとふざけたタイトルですけども、一番最初に APT という名前で攻撃を認識したのは2013年の春です。で、当時標的型攻撃とか高度なサイバー攻撃とか、いろんなことを言っていましたけども、これではですね、その国内のソフトウェア企業、開発企業から直接 APT 攻撃を受けていますという報告をもらって、調査したものです。で中身はですね、同業他社の証明書で署名されたマルウェアがサーバーに設置されていましたということです。これ、調査をして分かったことは、ウィンティと呼ばれる攻撃グループの攻撃だったということになります。でこれ以降ですね、続々と情報提供があって、さまざまな対応をしていたということです。キャンペーンとしては、今日特にお話しするのは APT17、ブルータマイト、TIC、ダサフを使う、ダサフというマルウェアとか TIC というグループ、それからチェチェスというキャンペーンとかですね、そういうものが、我々の中で確認して、もちろんこれ以外もたくさんありますけども、こういうものがありました。今回のこの発表のとシステムを作ったモチベーションなんですけれども、我々はそういう些細なきっかけから調査していくということですので、国内の多くの被害事例に対応しました。で我々の対応は対応チケットシステムで管理をしていて、全情報はそこのチケットシステムに入っているんですけども、このチケットシステムというのは個別事案の対応状況をトレースするためのものですので、全体像をなかなか聴感できないというものです。で、今回やりたかったのはその全体像を把握したいということでですね、攻撃グループであるとか被害組織がどういう業種であるかとか、キャンペーン そのタイムラインとかですね、そういうところを、可視化したいというのがあります。でもう一つはなかなかこういう被害って、被害組織の方から情報共有するというのは難しくてですね、こういうことが実際日本で起こっているということを情報共有したいというのが今回のもう一つのモチベーションです。でこのために何をしたかというと、システム化です。で実際に我々が起こっているインシデントというものをスティックスという形式に、書いてですね、それを可視化すると、タイムラインとかキャンペーンとか被害組織業種分類ということを、可視化するということを行いました。でまだこのシステムではまだできてないんですけども、こうすることによってスティック形式でインディケーター展開をスムーズにできるということを目標にしています。これ作ってもう一つ大変だったのはデータ入力です。我々現実手にしたインシデントを今回お話しするんですけども、そこの起こっていることをスティックス形式に書き換えていくという作業大変だったんですが、それソエダが頑張りました。今回この入力したデータは我々が使った全部のデータが入れられたわけではないんですけども、153組織の被害の状況というものを今回お見せできる状況になっています。というところで今日の、システムのちょっとデモを簡単なオーバービューからお見せしたいと思います。まずこれがですね、トップ画面です。こっちか、はい、これのまずこのグラフは関係グラフは STIX2.0 の各オブジェクトのリレーションを表示したもので、我々が持っているその生のインシデントの情報のデータではありません。これは STIX の定義に従った図です。これ我々その開発するときにこれを見ながらリファレンスとしてですね、見ていたという感じです。例えばキャンペーンと、マルウェアとか、こういう関係があるとかですね、こういうスティックスで定義されたリレーションというものが表示されるようになっています。でここからデータに入っていくわけですけども、
このメニューからいろんなものに入っていきますが、ここからダブルクリックをして見ていくことも可能です。で、先ほど153組織の情報を入れたと言いましたけれども、それがどういう広域グループの、なったかというところで、スレッドアクターをダブルクリックすると、表示されない。こういう感じですね。はい。3分の1はブルーターマイトと呼ばれる、2015年に大きな話題になったクラウディオメガとか、エンビディというマルウェアを使う攻撃グループですけれども、これのものが3分の1です。で、次 APT17 とか TIC であるとか APT10、WINTY、 それから、この中でどこにも定義できないような攻撃っていうのが3分の1以上あるという状況です。で、ここでドリルダウンしていけるんですけども、一つだけちょっとやってみると、今ブルーターマイト の、その被害組織がどういうものがどういう業種かということを今ドリルダウンしたんですけど、大きな割合が占めているのは製造業、それから、ここは置いておいて、研究機関であるとか、大学とかですね、そういうところが被害に遭っているというところが見えてきます。我々としてはこれは何らかの、技術情報であるとかそういうものが彼らの目的であったんだろうと思っています。で、今日お話しするアジェンダ的なことを2つだけ申し上げますと、1つはタイムラインです。ちょっと大きいですね。これは我々が見た攻撃グループごとの我々が見えていた時期をタイムラインでバーで表示しているものです。APT10、APT17、ブルーターマイト、TIC、WINTY、それからアンノーンというところで、イラクスとアシュレックスというものをちょっと表示していますけれども、こういうふうに表示されるような仕組みを作っています。ここで例えばレポートを押すとですね、システムに公開情報、公開レポートというのを、スティックスにレポートっていうオブジェクトがあるんですけれども、その公開情報が公開された時間も含めてこのように表示できるようになっていまして、我々 の、 そのどういう攻撃グループでっていうのをこういうところから見ているという感じです。はい。というところで、これからはですね、ちょっとシステムの概要についてソイダの方から、開発したソイダの方から紹介したいと思います。それでは、今回開発しました、APT について把握するためのシステムと、それの、データのモデルとして使いました、STIX というフォーマットについて、解説をいたします。まず、この右の図がシステムの全体像を表しているものなんですが、中心となっているのは、真ん中のあたりにあるストレロックというようなウェブアプリケーションで、これが今回作ったものです。このストレロックなんですが、Docker の、Docker コンテナを Web というコンテナの上で動かすようにしています。で、この Web というコンテナには、このストレロックに必要な Python の STIX2 のモジュールとかがインストールされています。その他にもこのツールで使う可視化用の JavaScript で、viz.js とか PyCharts といったような、可視化のスクリプトを、このストレロックに含めてあります。ストレロックがバックエンドに使うデータベースなんですが、これも Docker コンテナで本体の Web とは切り離してある DB というコンテナにありまして、こちらは PostgreSQL を使っています。これらの Docker のコンテナを起動してブラウザからアクセスして操作をするようになっています。今回のシステムなんですが、STIX をデータベースのモデルとして使っています。STIX は標準化について策定している OASIS という団体の OASIS CTI テクニカルコミッティというところが策定している機密情報共有のための組織です。STIX1系と2系がありまして、1系は
XML 形式になっています。チックスイッチは、使用されている実例としては USART がテクニカルアラートで、インジケーターを配布しています。スティックス2は JSON でオブジェクトとリレーションの形で脅威情報を表現します。オブジェクトは、スティックスドメインオブジェクトとリレーションシップオブジェクトというものがありまして、例として、スティックスドメインオブジェクトでスレッドアクターとかマルウェアというものがあって、それの関連性を表すもので、ユーズ、スレッドアクター、ユーズ、マルウェアというようなリレーションを表せたりします。今回開発したシステムでは、スティックスの 2.0 を採用しています。右に出しているものが実際のスティックス2の形式のデータです。このスティックス2のデータを可視化したものが右の図にあります。この可視化は、Oasis が GitHub で公開しています CTI Sticks Visualization という JavaScript で可視化をしたものです。これで表しているものは JPSAT がスピアフィッシング、ポイズンアイビーを使うスピアフィッシングを確認した、観測したというような情報です。スティックスオブジェクトに SDO、ドメインオブジェクトとリレーションシップの SRO というものがあるのですが、まず SDO について紹介します。SDO はスティックスの 2.0 では12種類あります。2.1 系とか今策定中なんですけど、それだとロケーションとか新しいものも追加されています。一つ一つ細かくは解説はしませんけれども、重要だったものについてはいくつかこの後紹介します。これらのオブジェクトはプロパティという、情報を持っています。で、全ての SDO で共通のプロパティとしてタイプといったものやラベルといったものがあります。それとオブジェクトで固有のプロパティというものもありまして、例えばスレッドアクターというオブジェクトだと、名前や、別名とか、アイデンティティというオブジェクトではクラスとか業種セクターといったものがあります。もう一つのオブジェクト SRO ですが、SRO には2種類だけあります。一つがリレーションシップで SDO 間の関連性を表すものです。でもう一つはサイティングで、脅威を観測した人と観測した対象というもののリレーションを表します。サイティングについてはタイムラインの後のタイムラインのパートで、紹介をします。右の図は先ほどのデモでもトップページにあったものなんですが、リレーションシップのタイプが、スティックス2のドラフトでは7種類定義されていまして、で全てのリレーションを組み合わせると40通りになります。で、それを図にしたものがこの、右のものです。SDO の例としてまずアイデンティティについて紹介します。これは個人とか、組織とか集団といったものを表すオブジェクトです。今回のシステムでは被害組織の情報を登録するのに使っています。アイデンティティのプロパティにはセクターとラベルといったものがあります。セクターは業種で、ここに書いてあるものは3つのものはドラフトでも定義されているものですが、例えばエナジーとかガバメントナショナルとかマニファクチャリングといったものがあったりします。もう一つラベルというものには特に決まった上のセクターのように決まったものはないのですが、想定されているものは人物の役職などを登録するという、情報を登録するフィールドになっています。今回は、セクターの方で、被害組織などについて表現するにはセクターのデフォルトの定義ではあまり十分ではないというふうに感じましたので、今回日本標準産業分類をもとに、こちらのラベルというふうにラベルの方に業種を登録して使っています。被害組織それぞれあるわけなんですけれども、例えば攻撃なんかを観測すると、マルウェアとかツールとか何かしら攻撃の痕跡など確認します。そういった攻撃が近い期間に複数の組織で起こるというようなことがあります。こうすると、類似している攻撃が確認されたという場合はそれは一つの
ドイツ広域の広域活動キャンペーンというもうキャンペーンではないかというふうに考えられます。キャンペーンも、まあ、別々に違う機関とかに確認されることがありますが、使っているインフラなどが共通しているというようなことがありますと、同じ攻撃者がこのキャンペーンを実行しているのではないかというふうに推定されることがあります。実際に確認される、我々の目に見えるものはキャンペーンまでで、スレッドアクターというものは、まあ、推定するしかもないものであると思っていますが、主に、実際に観測したキャンペーンに対して公開情報からスレッドアクターを紐付けるというような使い方をしてこのシステムに登録しています。タイムラインのキャンペーンなどのタイムラインを表すための機能をシステムに実装してありますので、タイムラインに使ったオブジェクトやタイムライン機能について紹介します。まずすべてのスティックスオブジェクトは作成と更新のタイムスタンプを持っているのですが、下にある6つのオブジェクトはファーストシーンとかラストシーンといった、別のタイムスタンプを持っています。これらのタイムスタンプをタイムラインにマップするために使用しています。例えばサイティングというオブジェクトがあるのですが、これは攻撃を観測したという情報を表すもので、被害組織のログなどから C2 へ通信が発生した時間とか、フォレンジックで分かったマルウェアの作成時間とかを、サイティングのファーストシーンとかにマップをするというような使い方をしています。オブザーブドデータはサイティングに含まれるオブジェクトでして、IP アドレスとか URL といった情報を、登録するものです。オブザーブドデータ自体はタイムラインには使用はしていません。サイティングはキャンペーンはサイティング複数のサイティングをまとめる形で、キャンペーンを表すのに使用しています。それとレポートというオブジェクトで公開情報、レポートやブログが公開された日時を登録してタイムラインに使用しています。下の2つのイントリュージョンセットとインディケーターについては今回使用していません。サイティングというオブジェクトですが、まあ、脅威情報の観測を表すものです。前のページで大体話してしまったんですが、 C2 への通信とかマルウェアの作成日時といったものを登録します。サイティングのプロパティには攻撃を観測したアイデンティティと観測されたマルウェアとかアタックパターンとかキャンペーンと個別の IP アドレス、URL、ハッシュなどのデータを入れるオブザーブドデータを参照するフィールドがあります。それとファーストシーンとラストシーンといった時刻を入れることができます。それではタイムラインのデモを紹介いたします。はい、今言ったようにですね、各オブジェクト、スティックスにいろんな、オブジェクトがあって、それを可視化するということを今回しています。それでは、タイムラインになっているんですけども、タイムラインから始めますと、まずですね、これ先ほどキャンペーンと、スレッドアクターというお話をしましたけども、我々被害組織の中で見えているものはキャンペーンのくくりまでです。でそれをスレッドアクターに紐付けるというのは我々あまり積極的にはできてなくてですね、情報がないというかオープンソースの情報をもとに、割り付けるというような状況で、このくくりはですね、スレッドアクターで、このタイムラインに出ているのがキャンペーンという、オブジェクトの、タイムラインになっています。で今日はですね、まず APT17 について見てみますと、これはですね、2013年ぐらいからずっと見えているものですけども、これもうレポートがプロットされています。FireEye が2つのレポートを書いていますけども、我々の見ていた時期と同じ時期に、このように、攻撃がFireEye も見ていたということになります。でここでキャンペーンのタイムラインを見てみると、ここではですね、我々が見た被害組織の、実際攻撃を観測したタイムラインというものが見えています、表示されます。
まずこの表示、いろいろなプロットの方法があるんですけども、ボックスという形にすると、そのファーストシーンですね、一番最初に見えた時間というのがこう線引かれていくんですが、これを見るとこの特定の時間に非常にたくさん集まっている点があります。これは何かというと、水の岩攻撃で我々その水の岩になったサイトをのサイトの人と協力調査してですね、その水の岩で見えたものというのがここで集まっているという状況になります。でプロットをデフォルトにちょっとすると、これはですね、これ全てのインシデントがそういうふうに見えるわけではないんですけども、ファーストシーン、ラストシーン、特定の期間攻撃を受けているというものが見えたものについてバーになって表示されるという形です。非常に長い期間攻撃を受けているという組織も見えてきます。でここでスタックグループというのでこうまとめるとですね、先ほどセクターというか、日本の標準で分けたものがあるんですけども、その業種ごとの時間軸が見えます。でここで見るとですね、やはり APT17 も製造業というものをまあずっと継続的に攻撃しているということと、次リサーチって書いてますけど、まあ学術研究機関というものも同時にまあ長期間にわたって攻撃をしているということが見えてきます。タイムライン全体に戻って少しいくつか見ていきます。遅いな。で次にですね、ウィンティ、ウィンティの攻撃については我々2つの攻撃キャンペーンとして見ています。でこれについて、レポートを少し表示する、こっちに見た方がいいか。ウィンティ、いうものがありますと。でこれはカスペルスキーが2つのこことここですね、レポートを書いていて、その他プロテクトワイズが最近ウィンティのレポートを書いています。で我々この2つのキャンペーンとして認識していまして、まず1つ目のウィンティですね、これは最初にご紹介したソフトウェア開発企業がウィンティだったというのがありますけれども、2013年に最初の攻撃を見ています。でその後しばらく見ていなかったんですけれども、2015年の春ぐらいから、これも製造業、化学系の製造業が被害に遭っているということで対応を進めていました。これかなり高度な攻撃で非常に難しい案件でしたけれども、こういうものがあったという形です。でもう一つ、これもう一つの攻撃キャンペーンはウィンティープライムってプライムとして名付けているキャンペーンなんですけど、これ我々の名前なので一般的ではないと思います。ウィンティープライムというキャンペーンですけども、これプロテクトワイズも書いていますけども、日本のこれちょっとデータがまだ入れられてないんですけども、ゲーム業界がたくさんですね今被害に遭っていて、対応、我々も今対応を進めているという状況にあります。そしてもう一つ戻って、あと話題なのは、ここで話題にしたいのは TIC ですね。 TIC、 これはダサーフというマルウェアを使うグループとして、古くから2014年から見えているんですけれども、2016年の春頃からシマンテックが TIC という名前で、レポートを書いていますけれども、これもこの時期から日本で、我々たくさんの被害を、見ています。これもですね、ちょっとスタックグループで先にまとめると、製造業というのが、少し見えてくるという状況で、何らかそういうものが、彼らの目的だということが、技術情報であるとか、製造工程のレシピであるとか、そういうものが多分、彼らの目的じゃないかということが、見えてきます。そうですね、これぐらいで、もう少し詳しく見るとすると、
と遅いですね。まあ、これで関連する情報が見えてくるんですけども、まあ、実際入っているスティックスというのはこういう形式で入っています。でこれをビジュアライズするとですね、まあ、ちょっとすごい大きいな関係図になってしまうんですけど、まあ、TIC という攻撃グループが、攻撃キャンペーンが、まあ、こういう被害組織を、まあ、狙っているということがこのように関係図として表示されるすることができます。最後に APT10 のチェチェスっていうものが少し見えているので、それについて簡単に紹介して、でこのタイムラインのデモを終わりますけれども、これは2016年、昨年の秋ぐらいから見えているもので、まあ、研究機関とかですね、マスコミ関係が被害というか攻撃の対象になっていて、我々見えている範囲では国際政治であるとか外交関係の研究機関であるとか、そういうところが被害になっているというふうに認識をしています。はい、タイムラインについては以上でして、はい、まあ、こういう形でこのデータベースを使って見えるということになります。次にですね、もう一つ TTP マトリックスということについて紹介したいと思います。これは TTP というのはタクティクス・テクニクス・プロシージャーズといわれる、まあ、あれですね、方法ですねを書いてあるものです。でここで我々何に注目するかというと、それぞれの攻撃の段階でどういう TTP が使われるかということを、マトリックスにして表示するということをしています。でまずその各段階キルチェーンのフェーズなんですけども、これキルチェーンのフェーズというのはロッキードマーチンのキルチェーンフェーズが非常に有名なんですけども、これ我々は被害組織と一緒に対応していくので、被害組織に入ってからのフェーズ分けで考えています。このシステムのキルチェーンフェーズを定義してシステムに入れています。この6つのフェーズなんですけども、まず1つ目のフェーズは侵入です。それからコマンド&コントロールの確立、そして次偵察なんですけど、これは内部の偵察という意味で外部から偵察するということではなくて、1回入った後内部を偵察するということで偵察、それからラテラルムーブメント権限昇格というフェーズがあって、最後に目的というところで情報摂取ということをします。で最後にそれを目的達成するとかですね、いう状況が終わったら APT の攻撃者というのは潜伏というフェーズに移って、これはその証拠の削除とですね、もう一つは攻撃を継続するための仕組みを確保していくということをしています。で TTP の分析というところで、まあ、先ほど言ったようにですね、どの攻撃者がどの段階で何を使うかということを、まあ、視覚化することによってですね、攻撃者間の類似性が見えてくるんじゃないかということで、このシステムで表示するようになっています。キルチェーンフェーズをプロパティとして持つスティックスオブジェクトにはアタックパターンとかマルウェアとかツールとかインディケーターがあるんですけども、これを、まあ、表示するという形になっています。デモ3です。でこちらは TTP マトリックスで、まあ、ちょっとちっちゃくなっちゃってるんですが、先ほど言ったキルチェーンフェーズ、ちょっと英語になってますけど、侵入、C2、偵察、ラテラルムーブメント、それから、情報摂取、潜伏という形になります。でこれを、表示するんですが、オプションでこうするとですね、各攻撃グループが使った TTP というものが表示されます。それぞれまあ似てるところ似てないところがいくつか見えてきますけれども、例えばそうですね、まあ、サインドマルウェアっていうのは特に APT17 ウィンティで特徴的に見えています。その他、そうですね、まあ、よく聞くプラグ X というのは多くの
攻撃グループで使っているというのが見えてきたりですね、もう一つ見えるとすると、まあ、APT の攻撃ってかなり Windows が対象になるんですけども、 APT17 と Winty に関して言うと、ここでタイニーシェルとかモードルートミーという名前が出てますけども、この2つの攻撃グループは Unix である、 Linux とかその他 MacOS もですね、対象にして攻撃をしているということが見えてきています。はい、こういう形で表現して見えるように。で、先ほど Winty というものが2つの攻撃キャンペーン見えているというふうに私申し上げましたけれども、これ今これは攻撃グループです。で、ここをちょっとドリルダウンするとですね、それが表示されるようになって、 Winty と Winty プライムと我々名付いた2つの攻撃キャンペーンですけれども、我々どうして2つ別に考えているかっていうのは、この2つが似ているところっていうのはコードサイニングですね、それぐらいでですね、かなり違うというふうに認識をしています。はい、というふうなところがこの TTP マトリックスから見えていくという形です。はい、で戻りますと、で今その TTP マトリックスで大体の概要を申し上げたんですけども、あとここでそのちょっと特徴的な、TTP について、紹介したいと思います。まず APT17 ですけども、これはソフトウェアハイジャック、ソフトウェアアップデートハイジャックというのを非常に特定の時期我々よく見ました。で、これは非常に高度で、アップデートしハイジャックした上で、選定して、誰もにマルウェアを配るわけではなくて、 IP テーブルズとかそういうものを使って特定の組織だけマルウェアを配るということをしていました。で、この状況って最近シークリーナーとかですね、そういうところで見えていて、少し関連性があるんじゃないかと個人的には思っています。で、その他この侵入のところで特徴的なのは TIC という攻撃グループです。で、これは日本製の資産管理ソフトウェアのソフトウェアの脆弱性を使った攻撃をしていまして、日本国内の IP にその脆弱性のスキャンをして見つけた PC にマルウェア感染させるということをしていました。これについては明日ですね、リクルートの西村さんが少しお話しすると聞いています。次 C2 です。C2 で特徴的なもの、いろいろあるんですけども、今日ご紹介したのは TIC のやったところで、C2 の通信というのはその通信先を隠蔽するということが、APT 多くの攻撃者でやっていることで、例えばブログのコメントのところの文字列をエンコードして IP に変えて通信先を決めるとかですね、そういうものがあるんですけども、ステガノグラフィー、ステガノグラフィーモドキーなんですけど、やっていたという形です。ウェブサイトの画像の中に、ここに書いてあるようなIP アドレスをエンコードした文字列が入っていて、それを読んで通信先を決めるというマルウェアを TIC が使っていたというものです。で、次に、偵察、これ内部に入った後の偵察の話です。これで我々見て特徴的なのは、これもまた APT17 なんですけども、インシデント対応メンバー、実際対応を追いかけているメンバーの PC への侵入っていうのを APT17 で見てます。他のブルーターマイトとかでも見えてるんですけども、この APT17 が使っていたマルウェアがですね、少し大胆でデスクトップ操作画面の録画をずっとしているというものがありました。それ後で回収して分析するの大変だと思うんですけども、そういうマルウェアが APT17 を使っていたという事例がありました。で、次に、ラテラルムーブメント権限昇格です。で、これについてはこの後のセッションの友永が、ちょっと詳しい話をしてくれると思うんですけども、一つ面白い事案が最近あったのでご紹介します。これ Winty です。これはですね、管理者アカウントの強制ログインを誘導するというものでした。これ最初に侵入した PC で横展開できないというような状況だったんだと思います。で、そうすると攻撃者は何をしたかというと、侵入した PC を
意図的に不調に、まあ、本当に意図的かどうか分かりません、事故だったのかもしれないですけど、不調にしますと、しました。でそうするとユーザーがログイン、その PC にユーザーログイン不能になってですね、ユーザーは組織のシステム管理部門にその PC を持ち込んだと。でそうするとシステム管理部門は、システム管理部門の持っている、管理者権限のあるアカウント、これがまあ、共通アカウントだったと思うんですけども、ログインするということをして、まあ、復旧させてユーザーに戻しました。でそうすると、攻撃者はまあそれ入れる状況で、管理者アカウントのハッシュが残っているということになって、そのハッシュを使って横展開をしていくという事案がありました。次は情報接収です。でこれも APT17 年なんですけども、コードサイニング証明書っていうものを使ったマルウェア、彼らすごく、よく使っていたんですけども、これの作り方で、なかなか高度なものがありました。これはですね、ここの組織が非常にセキュリティしっかりしている組織で、まあ、コードサイニング証明書をコードサイニングするための専用サーバーっていうのは業務ネットワークから離れて置いていました。ですからもしも業務ネットワークに侵入があったとしても、少なくとも秘密鍵は取られないという運用されていたんですけども、残念ながらそのワークフローを完全に、攻撃者に把握されていて、まあ、こういうことが起こったということです。まあ、どういうことかというと、開発している、ソフトウェアの署名をするため、署名するときはですね、開発ネットワークの特定のファイルサーバーに、署名してほしいファイルを置くと。で置いたら開発者は署名担当者の人に署名してくださいという、依頼をするんですけども、そこが完全に、バレていたというところで、そのファイルが置かれたときに、マルウェアに置き換えられて、それをコードサイニング証明書で、サイニング専用サーバーで署名して戻ったところで、行為者は取っていくと。でマルウェア、コードサイニング付きのマルウェアが出来上がるというような、こういう問題、状況も観測しています。と最後に、潜伏というところですけど、これはできるだけ通信頻度を下げて、まあ、見つからないように、かつ、まあ、特定の時間に通信するとかですね、そういうことがないような仕組みを彼らは考えるんですけども、まあ、ここで DLL ハイジャックっていうものを使っていました。ここではですね、我々が見たものは、これはブルータマイトなんですけども、Windows のオフィスの DWMAPI.DLL というものをハイジャックしていました。でこれでですね、ユーザーが、まあ、これ Excel って書いてますけど、Microsoft Office アプリケーションを起動した時だけ、まあ、不定期なわけですけど、通信をするというマルウェアがあって、まあ、これを置いて他のものは全部消していくというような攻撃が見られました。はい、最後のところはちょっと TTP マトリックスというよりは、いろんな TTP 各段階でどういうものが見えたかということに紹介になったんですけども、TTP マトリックスという表示で、まあ、こういうところが見えてくるというものが、我々のシステムでできているということになります。で最後に、まとめです。まあ、今回スティックスに全て我々が見たものを、まあ、入れていって、インシデントの全体把握っていうことは、かなりできたと思います。ソエダしか知らないことっていうのがあったりですね、各他メンバーしか知らないことがあるんですけども、それをこれに入れることによって、全体像が見えてきたということがあります。で、もう一つは、インシデントをそのタイムラインにこう載せてみるとですね、実際そのインシデント対応している時間と、見つかるマルウェアが見つかった時間というのはまたこう時間離れているんですけれども、こうプロットしていくと、あ、こことこことこの被害組織はとこの被害組織のマルウェアって同じ時間にインストールされてたんだというようなことが見えてきたりですね、まあ、思わぬ発見もありました。まあ、スティックス形式の活用ということで、今回スティックスでデータを作ってみたんですけれども、これは非常に有用でした。開発したソエダに言わせると、このデータ構造を考えなくて済んだというのは非常に大きかったというところです。ただ標準でサポートされない標準主演情報っていうのがあって、それをまた何か拡張していかないといけないっていうのはあると
ということがあります。であとはデータ作成の入力のコストは非常に大きいというのは間違いないですね。あと、まあ、これスティックスに入れたからには今後その、データ共有というかインディケーターの展開とかそういうところにつなげていきたいところなんですけども、今回はその事実をスティックスに入れるっていうことで可視化するということに注目をしてシステムを作りました。でインディケーター共有のためにはそれだけではできなくてですね、TLP 的なそのどこまで何を出していいかとかですね、そういう情報も付加してシステムに入れていって、まあ、さらなる工夫が必要だということが分かりました。で最後に、まあ、開発したですねソイダから今後のこのシステムの、まあ、計画というか課題について紹介したいと思います。はい、システムの開発の今後の課題ですけれども、スティックスで、まあ、先に久保が申しましたけれど標準でサポートされていないような情報というものがあります。例えば、まあ、IP アドレスかドメインといった情報を入れる部分はあるんですけれども、その周辺の不実情報などもまあ、記録がしたいというふうに思いまして、その後スティックスを独自に拡張するか、他に分離したシステムを作ってそこに問い合わせるとか、そういった仕組みが必要になるかと思います。それとインジケーター共有のためにデータを整形する必要があるというので、まあ一つキャンペーンに関連する攻撃とかマルウェアっていうものをスティックスでまとめることができるんですが、まあ、必要な情報だけ共有するべきであるというのがありまして、まあ、そういった加工とかあと、インジケーターを共有する範囲、共有する対象を制限するとか、まあ、TLP などを使うような必要があると思いますので、そういった機能をつけたいと思います。それと前のページとかに全く触れていなかったんですけれども、タクシーというスティックスを共有するプロトコルがありまして、この機能を実装するというのを考えています。例えば他にあるタクシーサーバーからデータをインポートするとか可視化するといった機能とか、このシステム自体をタクシーサーバーにしてインジケーターを共有できるようにするということができればというふうに考えています。最後にこのシステムはですね、GitHub で今朝公開しました。このシステムは今この URL ですね、見ていただくと Docker ですのでインストールは非常に簡単です。ただデータはご自分で作っていただかないといけないんですけれども、今この可視化するシステムというのは GitHub で公開していますので、まずはちょっと試していただいてですね、フィードバックをいただければと思います。はい、以上です。今日はありがとうございました。